すげえいっぱい出てきたけど、俺思わずキョロキョロして後ろで、これ合って大丈夫だって、大丈夫みたいな、こうやって慌てちゃったんですけど、すごかったです。だって、普通にかけて、俺はだって、ゆういちくんとファライトがやると3人でやると思ってたところが9人出てきたわけです。3倍なわけじゃないですか。で、さっき紙、タイムテーブルの順番に書いてあるのは、ゆういち、フロム、あれですよ、で、アンダーエイジって書いてあるわけですよ。それから考えたら9倍になってるわけですよ。それをね、自分が目の前に思ったけど、ちょっと甘くっちゃうっていう感じですけども、がっつりとぶちかましていただきました9名様に、皆さんもう一度大きな拍手をお願いいたします。踊ってる最中、女の子がかっこいいって言ってるのも最高じゃないですかね、やっぱ、やっぱ、ほんと。ラッパーより、DJ より、ダンサーでございます。今の、このタイミングは俺にかっこいいって言ってもらって全然大丈夫なんですよ。あ、うん、助かる。ありがとう。それでは、最後のダンサーをご紹介させていただきたいと思います。なんだかんだって言ったら、もうファンのターゲットもよろしいでしょう。それでは、本日ダンスショーケースの通りは、ストリーWhat happened?
すごいじゃん、黄色い線だもん。どうだ、インターナショナル番組も分かった。